じゃあここから先は同じプロテインの中でどんなブランドから選んだらいいのかとかね、マルチビタミンいろんな会社が出している中でどんなブランドから選んだらいいのかっていうところについて解説をさせていただきます。どういうブランドの中から選んだらいいのか、どういう会社メーカーから選んだらいいのかっていうことは、効果の大小というよりは安全性の観点が大きくなってきます。まあプロテインはプロテインなんでね、メーカーによってその効果に違いとかまあないんですよ。まあそのタンパク質の含有量の違いとかそういう違いはあるんですけども、例えば 20g 取れるプロテイン、 A 社のプロテインと B 社のプロテインがありますと、 A 社の方が質がいいからより筋肥大効果が高いですとか、そういうことはないです。基本的にブランドメーカーが違ってても同じ効果が望めるというふうに思っておいてください。クレアチンもまあそうですね。なのでその効果の大小っていうよりは安全性の観点でどういうメーカーを選んだらいいのかっていうお話になってきます。この安全性っていうのは危険なね物質がね紛れ込んでないかっていうことになってくるんですけど、特にドーピングを気にするアスリートの方なんかには本当に致命的な問題になってくるので、特に注意をしていただきたいです。過去にはですね、とあるサプリメントの中にドーピング違反物質が混入してしまってましたっていうケースもあったりしますし、実は効果を高めるためにドーピング違反物質を入れてあったけどもラベルに書いてませんでしたみたいなねケースがあったりして、それで実際にドーピング検査で陽性になってしまったっていうケースもあったりするので、ドーピングを気にするアスリートの方とか、まあドーピング検査自体はないんだけども、やっぱりそうやってドーピング違反になるようなそんな物質は健康の観点からも取りたくないよというふうに思ってらっしゃる方は特に気をつけていただきたいですけども、基準が3つありまして、1つ目は違反物質を含むサプリメントを製造していないメーカーから選んでくださいっていうことになります。特にね、海外のサプリメントで、ね、結構あったりするんですよ。やっぱり違反物質を含んでいた方がそれだけ効果は高くなるので、効果が高くなった方がやっぱり売れるわけじゃないですか。っていうことで、そのサプリメントとしての効果を高めるために違反物質を入れている、そういうサプリを製造しているメーカーっていうのはやっぱり避けておいた方がいいです。当然その違反物質が入っているサプリは買っちゃいけないっていうのはもちろんなんですけども、違反物質を含んでないサプリでも同じラインで製造している段階で混入してしまうっていうケースがね、やっぱり確率が高くなってしまうんですよね。なので自分が検討しているサプリが違反物質を含まないものだったとしても、同じメーカーから違反物質を含んだサプリが出ている、そういう場合は買わないようにするのが賢明です。そして2つ目が、違反物質の混入事故っていうのを起こしたことがないメーカーから購入していただくっていうことになります。うちはね、違反物質含むサプリ作ってませんよっていうふうに言っていても、そういうね購入事故っていうのを起こしてしまうっていうことは、それだけ製造の管理がずさんであるっていうことなんですよね。そういうね事故を起こしてしまって、製造体制を見直してね、しっかり管理できるようになったんで安全になりましたっていうね見方もできるかもしれないんですけども、まあいろんな選択肢がある中で、あえてそういうね購入事故を起こした過去のあるメーカーっていうのを選ぶメリットもないので、なるべくそういった購入事故を起こしてしまった、過去に違反物質をね購入させてしまったメーカーやブランドっていうのは避けていただいた方が賢明なと思います。そして最後3つ目が、インフォームドチョイスなどの第三者機関による認証を取得しているサプリメントを選んでいただくというところになります。まあインフォームドチョイスですとか、インフォームドスポーツというのがメジャーなものになるんですけども、まあ、他にもいろいろねそういったアンチドーピングの認証機関というのは存在していて、 B レジェンドのサプリメントもいくつかですね、インフォームドチョイスですとか、インフォームドスポーツといった認証を取得しているものがあります。こういった認証を取得する過程で厳しい検査が入ります。やっぱり混入しないかとか、しっかりとその製造ロットの管理ができているかとか、でそれだけでなくて、認証を取得した後も定期的にそういうチェックが入って、そのチェックをクリアできなかったら認証が取り消しになったりするわけなんですね。なので第三者機関の認証を得ているメーカーブランドっていうのは、厳しい検査をクリアできるだけの製造管理ができているということで、より安全性が
高まります。なのでできればそういう第三者機関からの認証を取得しているそういうサプリメントやブランドを購入していただくのをお勧めします。でこの3点を総合して考えるとやっぱり国産メーカーの国内のメーカーのサプリメントから選んでいただくっていうのがまあ一番おすすめですね。国内のねメーカーさん他社さんがこうどういう体制で製造してるかとかどういう管理をしているかっていうのはもう全く存じ上げないので不確定な部分も多いんですけども、それでもやはり日本の食品衛生っていうのはものすごいしっかりしてます。 B レジェンドのねチャンネルの動画でもかなり昔の動画ですけどもプロテイン工場にね鍵谷が潜入したっていう動画も上がってたりするんですけども、ご覧になっていただくと分かるんですけども、ものすごい厳重にですね製造ラインっていうのは管理されてます。鍵谷が入るだけでもかなり大変でした。もうそれ以来もう一回もその工場にはそういう撮影でね入れてないので、やっぱりその撮影で入るっていうこと自体がものすごい異例なことで、まあ、それだけですねきっちりとした管理が、まあ、されてるわけなんですよね。それだけやっぱりその国内のメーカーさんっていうのは各社さんそれだけ厳しい体制でサプリメントを作ってらっしゃると思うので、国産サプリメントっていう選択肢があるのであればあえてですね海外のサプリメントを選ぶメリットっていうのは安全性という観点においてはないんじゃないかなっていうふうに私は考えてます。なのでなるべくその国産のサプリメントの中から選んでいただくのが本当に安全性という観点でいくとですね国産のサプリメントから選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。その中で選んでいただけるのが B レジェンドだったら嬉しいなと思いつつ、今回の動画を終了させていただければと思います。ということで今回の動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品の情報を記載しておりますのでチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。